ギアーンホイクアンデラギアーンホイクアンデラは、ベトナム法ミ民市国、グエンチャイ通り712ある佳教の仏教寺院。恩寺とも呼ばれる。官名は、吉安会館。チョロンのほぼ中心部にあり、商売繁盛の寺院として、多くの参拝客を集める。福建省出身のクアンティ氏の一族により1872年に、建立された。商売の神、官邸が祀られ、 祭壇には派手な電飾があしらわれるなど、典型的な佳境時の様式を見せる。同じくチョロ論にある、ティエンハウ病と同様に、天井から吊るされた多くの渦巻き状の線香が目につく。中には火をつけると、約2ヶ月の間燃え続ける1メートル以上もある、巨大な線香もあり、境内は常に、もうもうと煙が立ち込める。約2000平方メートルにも及ぶ前提を持つ。 日本の観光ガイドブック等には、ギアーン保育デ寺の名称で紹介されることが多いが、官名にある、会館とは、海外に移住した中国人がコミュニティを維持するために建築する、神木、競技、語助、祭祀のための集会場のことであり、それ、自体に、宗教施設の意味を含んでいる。なお、ベトナム語で寺を意味する語は、チャー、である。ありがとうございます。